こうなっては仕方がありません。こちらも召喚魔法で。やはりお主ルピルピではないか。お嬢様、本当にお嬢様なのですか。やはりルピルピであったか。すまん、二度とお主に合わせる顔などないというのに。しかしこんなところで何を。ユダ殿に言われてお尋ね者を倒すようにと。そうであったか。やはりわしらは戦わねばならんのか。ちょっとお嬢様、失礼しちゃうな。昔から私の気持ちをちっとも理解してくれてないんだから。言うまでもありません。私の知識はいつでもお師匠様の知識と共にあります。しかしお師匠様、私が帰らないとユダはすぐにもこちらに追ってお迎えせるはずです。迷うことはねえ。そんな奴ら帰り討ちにしてやる。本当に良いのか、ルピルピよ。あらあら、それこそ愚問ですわ、お師匠様。ルピルピ殿、これは一体どういうことです。お師匠様が帰られたのです。弟子の私が同行するのは当たり前のこと。ユダ様を裏切るおつもりか。もともと私はユダの仲間になどなったつもりはありません。愚かな。ならばここで殺してやろう。